どうも、PO25 です。今回長いので、前トークなしで行かせていただきます。通信簿企画、外野主編というところでやっていきましょう。対象選手はガイアで出場していたイメージのある選手。評価方法は A から C の3段階に、今回だけすいません、ちょっとあの C プラスが1人だけいます。はい。あの B、B ほどじゃないんだけど、C だとちょっとなんか違うなって選手が1人いたので、ちょっとそこだけ C プラスいますのでよろしくお願いします。では行きましょう。 まず一人目でございますが、一人目はロナルド・アクーニャ・ジュニア、評価は B、成績はご覧の通りです。まあ本来ね、こんなもんじゃないはずではありますが、といってもね、成績的には普通に旧大点的成績を残してくれたのかなというところになります。まあね、昨年の全十字自体断裂から復帰したと考えれば素晴らしい成績かもしれません。特にすごいなと思ったのは盗塁の部分ですかね。まあ怪我した時はですね、ちょっともうアクーニャ、スピード使えない選手になるんじゃないかって言われてたんですが、まあそんな心配は何のその、えー 復帰してすぐにですね、あの、コントレラスから盗塁決めたシーンがございまして、もうそれ見た瞬間、やべえな、やっぱりアクニャはと思いましたね。<laughs> 来年はね、こう、万全な状態で、ぜひともね、また4040 40チャレンジしていただきたいかなというところになります。ありがとう、アクニャ。 二人目いきます。二人目、マイケル・ハリス2世。評価は A、成績はご覧の通りです。彗星のことが現れたスーパールーキーでございまして、まあ、将来のね、ファイブツールプレイヤーかと思いきや、す、え、で、ー、にファイブツールプレイヤーでした。<laughs> えー、開幕前のね、mlb.com のプロスペクトランキングではトップ100入りはしていましたが、えー、まさか今シーズンでここまで活躍するとはちょっと想定外でしたね。 はいえー、去年がハイエーからの、えー、ジャンプアップでここまで、ね、MLB で成績残すとはもうとんでもない化け物でございます、えー、見た目の成績も素晴らしいんですが、えー、マネーマイクの相性がつくほどの、えー、勝負強さこちらも素晴らしい、えー、ホームランを打った後にですに、ね、ホームインする際に指をこ擦、ね、り合わせるパフォーマンスはもはやおなじみ少年野球でも,です、ね、もう広まってるんじゃないでしょうかみんな、ね、マネーマイクっ,つって、ね、やってるんじゃないですか <laughs> シーズン中にです、ね、長期契約も結び先日、ね、新人王にも選ばれ一気に、ね、チームの中心になりました課題である、ね、変化球の対応などを克服できれば来年にでもサーティー,サーティー夢じゃないかなというところになります。来シーズンも頑張って 3人目いきましょう3人目はアダム・デュバル評価は C でございますまあどうでしょう外野手の相対評価だと B な気もしますが絶対評価だと C なのでちょっと迷った挙句に C でお願いします、えー、去年は、ね、トレードデッドラインで復帰しまして驚異、えー、のクラッチ力で打点王を獲得しさらに、えー、ゴールドグラブも受賞するなどね世界一に大きく貢献したんですが今年はちょっと厳しかった え、開幕から打撃不振をちょっと極めまして、え、調子上がってきたなと思った7月にシーズン終了、怪我でね、シーズン終了してしまうというね、なかなかちょっと、 ついいいいてないなというとうころもデュバルは今年ございました、まあ、自慢のクラッチ力もですね今年はちょっと得点圏打率低くて守備指標もちょっと低下してしまったというところでまあちょっとなんかねデュアル FA に響くんじゃないかなってところにはなるんですけどまあそれでもですねちょっとレフト陣の中ではいい方というのがちょっと何とも言えないところになってるかなというところになりますはい。 えー、4人目ですね。4人目行きましょう。4人目はエディー・ロサリオでございます。評価は C。成績ご覧の通りです。まあ、昨年のポストシーズン救世主も今年はゼフ長、えー、3月4月の打率が6分8人とつまずきまして、そしてその後に目の手術で IL 入り。えー、復帰後もですね、ちょっと調子は戻らずといった感じで、 えー、シーズンを終えてしまいました。といってもですね、昨年もレギュラーシーズンはね、別に2割5分台とか、まあそこそこの成績だったので、まあ、去年、ポストシーズンすごい活躍したってところだったので、まあ来年、あまり過度な期待はできないかなってところにはなるんですけれども、まあ、目の状態をね、万全にして、来年もね、ぶんぶんと振っていってほしいなというところになります。はい えー、5人目ですかね ?5 人目かなわかんない。しょわかんないけど、もう行きましょう。えー、えー、マーセル・オズーナでございます。評価は C。まあ、成績だけ見ますと、実はそこそこ良いんじゃないかなというところになりますが、まあ、今年ね、ちょっとホームランは打てるんですけど、安定感が微妙だったかなっていうのがちょっとオズーナの印象でしたね。まあ、9月、10月は3割2分1厘で復調したんですが、 ただ、オズウナに関しては、プレイ外がちょっと問題で、はい。去年のね、DV に続き、今年は飲酒運転。もうこの時点で、まずどんなに成績残しても A はないです。さすがにちょっと犯罪はダメだ <laughs>。あの、犯罪はダメよ。うん。まあね、6年総額6500万ドルの契約の最初の2年は失敗気味でございまして、まあ、5年目のね、チームオプションちょっとね、 えー、行使されないクラブオプションか。クラブオプションね、行使されないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここからのね、ちょっと巻き返しに、えー、期待しております。はい。来年はちょっとまずはフルで。よろしくね、大綱 <laughs>、えー。次行きましょう。次はロビー・グロスマン。 こちら評価 C プラスでお願いします。トレードデッドラインで移籍してきた外野手でございまして、まあ、全体的にちょっとね、低調な成績で今シーズン終わってしまったんですが、持ち前の選球眼はね、健在でございまして、打率に対しての出塁率はやっぱりいつも通り高めというところになります。今年はさらに左に対しての打率が素晴らしくて、左対左に対してが非常に素晴らしくてですね、打率も3割2分、OPS も879とかなりの強さを見せてくれました。しかもブレイブズ 後は全体の7ホーマーのうち5ホーマー放っていまして成績以上にこう打ってた印象がグロスマンにはありましたやはり印象に残っている活躍といえばシアトルとの激戦でのホームラン4点ビハインドで迎えた9回マイケル・ハリスの3ランで1点差に迫りますとさらにランナー1人置きましてシーボールドから逆転となるツーランホームランなおその後あのねジャンセンがフリオにホームランを打たれた後えーね あのスアレスにもホームランを打たれて負けたんですけれども <laughs> まあ成績以上にね印象が良かったこともありまして C+ をつけさせていただきましたはい。 ラストいきます。ラストはギジェルモヘレディア。評価は C。成績号覧の通りです。サーベル振り回してベンチを盛り上げるムードメーカーでございます。去年はね、前半戦プレーの面でも本当に印象的な活躍で、ちょっと前半ね、昨シーズン前半苦しかったガイア人を支えまして、その後にガイア4人集がトレードレッドラインに来て、 その後うまく繋いだって感じにはなったんですけど、今年はちょっと完全に控えに回った感がありました。ただそれでもですね、ホームラン打った後、選手をですね、最後に最後に迎えて一緒にこうパフォーマンスするっていうところで、ムードメーカーとしては非常に健在だったかなというところになります。はい、以上がまあ印象的なね、出場をし続けた選手でございました。 デメリットをどうしようかなと思ったんですけど、まあ、デメリットちょっとここで簡単にじゃあちょっとやっておこうかなと思うんですが、デメリットに関しては、うん、ましいかなって感じはしてますね。まあ、ただ前半本当にデメリットは、それこそデメリットは去年のヘレディアぐらい、前半のヘレディアぐらい活躍してくれたので、まあ、本当に、何でしょう、いてよかったなと。ただ後半の方がね、すごい出場機会全然なくなっちゃったんですけど、うん。まあデメリットもね、そこそこ 良かったかなというところになります。はい。まあ、こんな感じでございました。比較的こう、やはり外野というところで C が多かったですね。やっぱりこう外野の攻撃力というか、その、どうしてもね、その、なんて言うんでしょう。ね、レフト、あ、ライトセンターがしっかりしてる分ね、本当にレフトが今年は穴だったなという、印象がございまして。 まあ、一応、グロスマンも連れてきまして、グロスマンもまあそこそこだったんですけども、まあ、ちょっと厳しいなというところで、来年はぜひともね、こう、このオフに、え、レフトをしっかりと補強してほしいなというところになります。ちなみに、あの、ね、シアトルが今日、テオスカーヘルナンデスをトレードで獲得したというところで、テオスカー大好きな私、もうめちゃめちゃ羨ましいです <laughs>。というところで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録なんかもね、待ってますんでよろしくお願いします。バイバイ。